高山市民文化会館は岐阜県高山市昭和町にある多目的文化施設である高山市公民館を併設する指定管理者制度により一般社団法人高山市文化協会が管理運営を行っている JR 鉱山駅の西側に位置し利便性が高くまた会議室や音楽室展示室など公民館としての機能を豊富に併せ持っており 年間を通して、ほぼ毎日様々な祭事が行われる。1980年10月に着工され、1982年8月、竣工、11月にオープンした。コケラ落としは、北郎コンサート。改修前の鉱山市民文化会館設計は、久米建築事務所。志向は、熊谷組。平成29年の改修により、外観がかなり変化した。 コンサートや演芸ライブをはじめ、演奏会、各種コンクールの地方選考会など幅広い目的で利用される。チケットブース、ロビーがある。主催者は5室の楽屋を利用できる。また、小ホールと共用だが、リハーサル室、浴室、シャワー室がある。平成22年3月改修後は、以下の席数に変更。現在、オーケストラピットは使用不能となっている。 発表会、講演会、試写会、演劇の上演などに用いられる。2室の楽屋を備える。平成22年1月改修後は、以下の席数に、270人を収容できる行動、150人を収容できる会議室をはじめ、練習室、会議室、展示室、学習室、音楽室、料理室、和室、美術工芸室、寄品室がある。 H24 年の改修によりパソコン専用室は1会議にに変更となった。ただし、都合により休館日を変更する。ありがとうございます。